はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目の兄貴、金田ロッキーです。ちょっとね、もう最近職質されないんでね、キャッチフレーズを元に戻そうと思いましてね、職質してほしい時に限って全然されないという、最近もう他のなんかちょっと怪しそうなやつも職質されてるの見たことないわ。涼しなってきたというか、寒なったらあんまりしないんでしょうかね。やっぱりその職質される人に迷惑なりますんで、暑いうちはまだなんとかできるんかもわかりませんけれどもね、暑いのは我慢できるけども、寒いのはもうまたもう風邪でもひかれたら困るから、コロナもあるし、そんなこんなで秋以降は職質ちょっと控えめにしているのかもわかりません。はい、またどっかで職質される、地下とかでねされるのをまた期待しておりますけれども、11月16日から11月22日までの皆様の誕生月別占い、こちらの方のタロットカードで運勢そのものを出しまして、こちらの方の和尚全タロットカードでこちらの出た目に対する提案出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまずこちらの方のタロットカードで運勢そのものを出していきます。続きまして、こちらの和尚全タロットカードでこの、タロットカードで出た目に対する提案を出していきたいと思います。はい、では全て出揃いました。解説していきます。はい、1月生まれの方、死神のカードの逆位置と Beyond Illusion、 幻想の向こう側へのカードが出ております。ちょっとどん底感あるかもわからないですけれども、どん底というか、ちょっと夢ばっかり見すぎてたことが、ああダメやと思って現実に打ちひしがれて、ダメやーって落ち込んでるのかもわかんないですし、まあね、あんまり宝くじ買って当たりますようにって言うてて当たらなかったからね、落ち込むとか、そうじゃなくて、まあきちっと現実見てくださいよってことですね。真実はイリュージョンの向こう側、幻想の向こう側にあります。はい、そのなんか夢ばっかり追っかけてたらダメですよってことですよね。あとなんかね、会社やったとしても、外堀というか、張りぼての外側だけよく見せよう、よく見せようとしてたってね、中がしっかり土台から、なんてピラミッドの土台からしっかり作っていかないと、全然やっぱりね、外ばっかり見せよう、よく見せよう、よく見せようとしてたところで上にはたどり着けないですからね、結局同じことの繰り返しになっちゃいますから、はい、きちっと地に足つけてやるべきことをやっていかないと、何にも結果はついていかない、ついてこないですよという意味でございます。頑張ってください。はい、2月生まれの方、恋人のカードの逆位置とサイレンス、静けさのカードが出ております。何かとお別れ、大事なもの、人、お別れする、なんか離れないといけない、そこから離れないといけない、トランプ大統領で言えばね、そこのね、大統領選負けたんやったら、もうそこの地位から離れなきゃいけない、ちょっとそういうことがあるかもわかんないですけれども、まあ今はちょっと静かにしといてくださいね。そのことに対して、ああわちゃもう最悪やわ、こんなん悲しいな、それ大なり小なり、大なりなのか小なりなのか分かんないですけども、そういうことがあったとしても、まあちょっと落ち着いて考えておいてください、考えてくださいと、いい結果に、ああ結局あれやめてよかったわみたいなことも多々ありますからね、ここはちょっとあたふたせずに、逆に言えばあたふたしたってしゃあないで、とあたふたしたところで後から考えてみれば、あれでよかったわってことは多々ありますからね、あんまりそのダメやったこと、ダメなった人、ダメなったことに対して、考えすぎてもあかんで、あれでよかったわっていう結果になる可能性大ですから、はい、そういった感じで対処してみてください。は
い、3月生まれの方、月のカードの聖地とアロンネス、孤独のカードが出ております。今ちょっとね、運気滞ってて何もちょっとね、物事進まないかもわかんないですけども、逆に一人でじっくり考えてみてください。じっくり今後私はどうするべきなのか、課題は何なのか、これうまくいかない課題は何なのか、うまくいくためにはどうしたらいいのか、一人でじっくり考えた方がね、いいこともありますので、あの時として、いろんな人たちにね、意見を求めてみる、助けてくださいって言ってみる、はい、そういうこともありますけれども、今回ちょっとね、静かにちょっと心静かに考えてみてください。なんやったら心静かにね、神さんお願いしに行ったら神さんがポッとヒントくださるかもわかりません。ヒントが出たところでね、なんていうか、自分がそれを実践しなきゃダメってことですよ。はい、もし何か答えが見つかりそう、ヒントが出たんなら、その良くするために、夜を明けさせるためにはどうしたらいいか考えてみてください。そのだからすることをちょっと考える時期、はい、そういう週やと思ってください。はい、4月生まれの方、タワーのカードの聖地とアウトサイダー、外側のカードが出ております。これね、ちょっとしたトラブル、大きい移動みたいな意味に捉えられますので、まあちょっと離れてみた方がいいとかね、外を見てみた方が、その解決策が見つかる、あるいはもう外に出て行った方がいい、うん、で、なんか弾き出される格好になったとしても、ああもう逆に弾き出されてよかったわってことが多々ありますからね。はい、そんな感じで今回はまあまあまあちょっと問題があるのかもわかんないですけれども、外に目を向ける、自分が飛び出す、はい、そういうことによって、いい結果に、こうね、動いていくという時期でございますので、はい、外側を見る、一回自分が出てみる、出てみてね、もう一回じっくりどうなってるのかいうのね、外に出てみたら見えることで結構あったりしますからね、はい、その外側に出る、外側から考えるということを重点に置いてください。はい、5月生まれの方、力のカードの逆位置とクリエイティビティ、創造のカードが出ております。ちょっとなんかイライラすることあるかも分かりませんが、そこは、5月生まれの方に関してはもう想像力を働かせる、はい、なんかいいアイデアが浮かんだら、行動してみる、じっと してなさい、静かにしてなさいじゃなしに、逆にちょっと想像力働かして、道徳的なもう一般的なその意見で乗り越えようとするんじゃなくてね、想像力働かして、ちょっと突拍子もないことをぐらい考えるぐらいのね、感じで乗り越えた方がいいと思いますので、はい、そういう感じでね、ちょっとなんかうまいこといかないことがあるとは思いますけれども、はい、それを乗り越えるにはあなたの想像力、あなたのアイデア必要になってまいりますので、頑張って知恵を振り絞ってください。はい、6月生まれの方、デビルのカードの逆位置とラバーズのカードが出ております。腐れ縁を切らないと、これね、あれですよ、恋人出てきませんよというか、悪いもん切らないと、あるいは甘え断ち切らないと、いいものは入ってきません、いいもの人は来ません、そういうことです。例えばね、不倫とかなんかちょっともう腐れんよ、付き合ったり別れたり、付き合ったり別れたり、そういうちょっと腐れん、あんまり良くないねんけれども、良くないのは分かってるねんけれども、情があって別れたら寂しなる、そういうのをちょっとバーン切ってしもた方が、新しいいいもの、いい人は現れます、いいものも出てまいります。はい、僕もそういう経験ありました。悪いもいつまでもね、こうしがみついてると、逆にもいろんなことが見えなくなりますしね、ここはもう勇気を持って悪いものを腐れ縁バーン断ち切ってください。いいもの、いい人必ず寄ってまいります。はい、7月生まれの方、吊り下げられた男の聖地とサクセス、成功のカードが出ております。今の我慢は成功のもとですよと、はい、結局我慢しないとね、成功にはたどり着かへんねやということをね、自分に言い聞かせて頑張ってください。もうちょっといろいろ乗り越えないといけない。なんか結果が見えてこなかった。俺このままやってていいのかなとかね、ちょっと暗い気持ちになるかもわかりませんけれども、まあその分いきなりというかもう数年頑張らなあかんかもわかんないですけれども、そういった成功ってね、いきなりやっぱりバーン来たりしますからね。
はい、そんな感じでね、やっぱりもう石の上にも3年でなんかいろんなことが分かってくる。さらにまあ8、そこから5年6年頑張って石の上にも10年でやっぱり結果でバーンって明るく帰ってくるもんなんかなとも思いますので、はい、そんな感じでございます。はい、我慢もうちょっとしてくださいね。はい、成功は我慢なしではたどり着くことはできません。頑張ってください。はい、8月生まれの方、女帝のカードの逆位置とモラリティ、道徳のカードが出ております。まあここはね、ちょっとあのお金の出費があるとかね、充実しない、おもろないな、うまいこといけへんなかもわかんないですけれども、ある意味ちょっとね、ここはまあ突拍子もないことやるんじゃなしに、道徳というかね、逆に王道行ってないからあんまりうまいこと言ってないということもございますので、はい、しっかり地に足つけてね、やるべきことやってくださいということです。はい、金運全体的に上がってるときはね、まあまあいい人はいい人で、いいときの中でも悪いときもあるんですけれども、はい、ちょっとまあ出費があったりね、株価がちょっと下がったりね、いろんなそういうことがあると思うんですけど、まあ王道のやり方で乗り越える、仕事の上でもね、ビジネス面、投資なんでもいいんですけれども、はい、そんな感じでね、ちょっとしっかり道徳を守った上で、ちょっと逸脱しないやり方、こうやっていく方がいい方に、帰ってくると。はい、8月生まれの方、太陽のカードの聖地とフレンドリネス、友情のカードが出ております。まあもう周りとね、手を組んで楽しい時です。いろんな楽しいこと、やってください。仕事、仲間、友達。はい、もういろんな人たちとね一緒になって、仕事をやること、遊びもね、何でもそうなんですけども、楽しい時期ですので、はい、そんな感じでね、ここはまあなんというか収穫というか、なんというか、まあその楽しさがまたビジネスにつながるとかね、うん、おもんないことをやるのってやっぱり誰でもね嫌ですからね。はい、楽しめてお金もらえたらね、それに越したことはないですので、はい、もういろんなことを楽しんでください。楽しめる時期ですので、まあお金は後からついてくると思うのでね、今の時期を楽しんでください。はい、10月生まれの方、スターのカードの聖地とアドベンチャー、冒険のカードが出ております。まあ希望が見える冒険、はい、もうどんどん出ていってくださいね。新しいこと挑戦していってくださいね。それに対して希望見えてる、はい、その通りです。まあただ希望は見えてても、踏み出したらやっぱりね、あれこれやらなあかんな、あれやらなあかんな、いろいろ出てくると思いますけれども、それはそれでね、乗り越えられないことじゃございません。はい、頑張ってね、乗り越えていけばいいんですけれども、はい、まずはもうチャレンジすることです。冒険、楽しむことです。はい、いろんな希望もね、見えてきてワクワクできると思いますので、それを楽しみながら、新しい。11月生まれの方、マジシャンのカードの聖地とレイズネス、怠慢のカードが出ております。これ全く対極のカードなんですけど、努力しなさいと怠けなさい。どういうことかというと、まあ、努力するのは大事なんですけれども、肩の力抜くのも大事ですよ。やっぱりね、もう空手で言えばもうガンガン練習するのはいいんですけれども、休憩も大事というか、体力も回復させないといけない。スポーツでも何でもそうなんですけれどもね。もう抜くところはもうダラーンと抜く。休むところは休む。はい、頭休める。体休める。はい、そうしないとね、詰めてやってるともう、おかしくなってしまいますので、いいアイデアも浮かびませんし、仕事の効率も悪くなります。そうならないようにしっかりね、抜くところは抜く。入れるところは入れる。はい。力入れるところは力入れる。はい。そういうふうにね、こう、やっぱり強弱つけていったらね、かえって仕事の方も、うまくはかどると思いますので、詰めてやっていくとね、逆に仕事はかどらなくなりますので、その辺の強弱自分でね、付け具合調整してみて頑張ってください。はい、12月生まれの方、運命の歯車の逆位置とブレイキングスルー、打ち破れのカードが出ております。歯車回らないのは打ち破らないとダメですよってことですね。はい、これ前もなんか出たんちゃうかな、風車がもしなんか詰まって動けへんねやったら自分で行ってそれを詰まりを取って動かさないといけない。
ブレーキングスルー、はい、もう力でね、ねじ伏せる力でぶち破る、はい、勢いつけてぶち破る、これちょっとちょこんとやっただけは無理やなと思ったら下がって助走をつけてぶち破る、はい、そのぐらいの気持ちでね、強い気持ちで今回は対処していく、歯車回ってないなら強い気持ちで歯車を回す、はい、そうすればね、こいつなかなかやるやないか、周りにも認められると思いますしね、実際にことが、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もうね、11月もね半ばになってしまいましたけれども、こんなこと言うてるうちに、はい、あと2週間で、11月終わります。師走です。はい、12月になったらまたね、いろいろことが進むの早いと思いますけれども、あっという間に、年が明けてしまいます。もう今年はいろいろあったんですけれどもね、まあ本当に後悔しないようにね、11月12月まあ宴会ごとも今年はどうなんかな、もう会社とかやったら自粛してくれ自粛してくれって言うんかな、うん、まあまあまあうまいことそこら辺はね、感染気をつけつつと、感染言うたってね、もうインフルもコロナもそらかかるときはもうかかっちゃうんでしょうがないんですけれども、はい、まあいろいろとね、気をつけながらね、まあおしゃべりしたりご飯一緒に食べに行ったりするのも楽しい時期でございますので、まあ、細心の注意を図りながら、楽しんでください。はい、ということでございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。はい、ということでね、様々なロッキーグッズも販売中でございます。